はい、こんにちは、116インズです。長かったレギュラーシーズンもついに終了。いよいよ明日からプレーオフが始まりますが、残念ながらそこにマリナーズの名前はありません。22年ぶりに9月に入った時点で地区首位に立っていた我らがシアトルマリナーズでしたが、最終的に88勝74敗で地区3位、そしてあと1勝足りずにプレーオフ進出を逃してしまい、昨年に続いて2年連続でのプレーオフ進出とはなりませんでした。マリナーズは2014年、2016年、そして2021年もシーズン161試合目ないし162試合目にプレーオフ進出を逃したことがありましたが、まさかまたこんな辛い展開でプレーオフを逃すことになるとは。マリナーズは相変わらずファンの心に優しくない球団です。今季最後のレンジャーズ4連戦、全部勝てばプレーオフ進出、さらには地区優勝の可能性すらもわずかに残していたマリナーズは、一番マッチアップ的に厳しいと思われたシリーズの頭2つを取って、エースのカスティーヨが投げるシリーズ第3戦に望みをつないでいましたので、これはもしかしたらいけるんじゃないかと期待したのもつかの間、カスティーヨがその前の大事なアストロズ戦について2先発連続で序盤から失点を重ねてしまうまさかのピッチングで、レンジャーズに完敗。地区優勝の可能性が完全に消えるとともに、アストロズがダイヤモンドバックス相手に連勝したことで、マリナーズのプレーオフ進出の可能性までもが完全に消え去ったあの日、当たり前ですけど落胆が大きかったですね。今季のマリナーズはまあオフの補強が開幕した時点で必ずしも十分とは言い難い感じでありつつも、昨年のメンバーがほとんど残っている中でやっぱりプレーオフ進出という点には個人的に大きな期待を寄せていましたし、夏場以降に猛チャージをかけて地区首位にまで躍り出たことで、ひょっとしたら地区優勝までいけちゃうんじゃないかと、そんな風に思ってしまいましたよ。ところが9月入ってから夏場の勢いの反動が出たじゃないですけど、投打ともに調子を落としてしまって、9月最初の敵地10連戦3勝7敗と全くもって勝てず、ホーム戻ってからはエンゼルスには勝ち越しましたが、ドジャース相手に3連戦スイープで全敗。格の違いを見せつけられた後に運命の分かれ目となったテキサスでのレンジャーズ3連戦、これもまたスイープを食らってしまって、でアストロズ3連戦も負け越し、レンジャーズやアストロズも万全とは言えない感じでしたので、せめて9月にもう少しまともな戦いを見せることができていたら、地区優勝も十分できたはずなんですが、そのチャンスを生かすことができなかったのは残念ですよね。もちろん今季のマリナーズはそもそもとしてシーズン100試合以上勝率5割近辺をずっとさまよっていて、トレードデッドラインでも微妙すぎるチームの立ち位置がゆえに、クローザーのシーボルドを放出して戦力を整理する程度でしか動けなかったので、それを考えたらよくここまでプレーオフ争いに食らいついて頑張ったとも言えるとは思うんですが、とはいえ今季は紛れもなく正真正銘勝負期のシーズンだったわけで、しかも開幕前にチームが挙げた動画の中では頂点を取ることにまで言及していたわけですから、世界一どころかプレーオフの出場権すら得られなかった以上、やっぱり今年のマリナーズを総括していいシーズンだったとは個人的にはなかなか言えません。結果を求められてそれが叶わなかったのであれば、手放しで褒めることは難しいのかなと。暗黒時代に終止符を打ち、フロントも長期間勝てる強いチームをビジョンとして持っている以上、プレーオフ行けなくても頑張ったよねということだけで評価されるチームよりは上の存在になってほしいとは思います。ただね、もちろん今季が完全なる失敗だったとも思ってはいません。良かったこともたくさんありました。開幕初先発でロビー・レイがシーズン全休。イニングイーターのマルコ・ゴンザレスも怪我で長期離脱となった中で、2年前にドラフトしたばかりの2人のルーキー、ブライス・ミラーとブライアン・ウーがシーズン中盤以降大きな怪我もなく一定以上のパフォーマンスでローテーションを守ってくれたのは、今季のマリナーズを救うファインプレーでした。まだルーキーでプロ経験も浅いので、どうしてもパフォーマンスのアップダウンがあったのは仕方ないですが、彼らがローテで投げるメドが早くも立ったのは将来のマリナーズにとって間違いなくプラスだと思いますし、近年のマリナーズの投手育成力を象徴するような2人の台頭でしたよね。ブルペンもジャスティン・トーパー、ゲイブ・スパイヤー、テイラー・ソーセドなど、ほとんどコストをかけずに獲得してきた選手たちがキーマンとなったりと、いいピッチャーを用意することに関しては本当にチームの強みとなっているよなという感じです。投手陣なくして今のマリナーズはないですよ、本当に。攻撃陣を見渡せば、冬にドライブラインに通った JP クロフォードのインパクトがやっぱり大きい。せいぜいリーグ平均程度の攻撃力しかなかった彼が今季 WRC プラス130オーバーで、まさかフリーを上回る成績を残すなんて開幕前の自分に言ったらきっと嘘だと思われますよ。シーズンを通しての安定感も素晴らしく、ショートという守備負担の大きいポジションを守りながら、この攻撃面の貢献にチームは何度救われたことでしょうか。この他フリオがなんだかんだでルーキーイヤーから2年連続でウィンザーボリプレイスメント5以上を記録、カルローリはマリナーズのキャッチャーとしては史上初めてのシーズン30本、 MLB への適応に苦しんだケルニックはようやく MLB のレギュラーレベルでプレーできそうな見通しも立ちましたし、どこからともなく現れたカバイエロのブレイクもありました。なので今年のシーズン全てがダメだったかと言われたら、決してそんなことはないとは思っています。しかしそれでもプレーオフには届かなかった。
今年1年間を通して響いたのはやっぱり打線の補強がことごとく失敗に終わった点もありますよね。テオスカー・ヘルナンデスは最終的にいくらか持ち直したものの、それでも彼のスタンダードで考えればダウンイヤーでしたし、コルテン・ウォン、AJ ポロック、トミー・ラステラに至っては本当に論外のパフォーマンス。マイク・フォードが上がってくるまで DH という攻撃面での貢献しか見込めないポジションで、まともな活躍を得ることすらできず、さらにそのフォードも基本は対右投手限定の起用であったことから、シーズン最終盤、プレイオフのかかった大事なゲームで DH サム・ハガティとかやってるチームは、まあなかなかに厳しいですよね。加えて打線全体で調子の波が激しく、マリナーズはシーズンでは MLB 7位タイとなるチームの WRC プラス107と、実は攻撃力自体はそこまで悪くないチームに見えるものの、月別に見ていきますと3月と4月合算の WRC プラスが MLB 21位、5月は14位、6月は17位、7月は9位、21勝6敗と勝ちまくった8月は1位、それから一転して9月は20位と、夏場を除けば MLB の真ん中程度かそれ以下と安定感に欠け、このせいで夏場はめちゃくちゃ勝てましたが、それ以外の月では苦労する羽目にもなってしまいました。投手に極めて有利な球場を本拠地としていますので、パワーを重視するのは仕方ないことですが、三振率が MLB ワースト2位の 25.9% と高く、もう少しコンタクトとパワーのバランスも取りたいところですよね。マリナーズは野手のトッププロスペクトの大部分がまだ今季ハイエーに到達したばかりくらいですから、来季もマイナーからの野手の突き上げにはそこまで期待できない状況ですし、野手の選出層を厚くして打線の調子の波を減らすためには、オフに FA やトレードで補強するほか基本的にはないと思っていますが、今オフの FA 市場は野手の選出層が近年と比べると薄いので、どう補強してくるかは見ものです。一番の目玉である大谷さんにチャレンジするのか、去年のテオスカーみたいに意外なトレードをまとめてくるのか、そこはフロントの腕が試されることでしょう。オーナーの予算設定が厳しいという話がたびたび地元紙で出てきていますので、果たしてどこまで動けるのかは何とも言えませんが、ただ今のままだとマリナーズは近年みたいに90勝近くまで勝ってプレーオフ争いに加わることはできても、それ以上伺える存在、地区優勝、世界一と狙っていける存在にはなかなかなれないと思う部分もありますので、今年の冬こそはしっかりとデプスを含めて野手の手当を行ってほしいなと願います。せっかく若手のコアが割と揃いつつあり、マリナーズの球団史上3回目となる3年連続勝率5割以上も達成するくらいには強くなってきているわけですから、もう一歩先をぜひとも目指してほしいですし、それが来年であるといいなと思います。今季は残念な終わり方をしてしまいましたが、来年こそは地区優勝、そして世界一、それが目指せるチームになってほしいなと思います。ということで、久々に2週間以上ぶりということで、ちょっと動画が長く空いてしまって申し訳ないなというところなんですけれども、これからもマイペースに動画投稿を続けていきたいなと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。